ごいね。でもあのパーティーメンバーがだいぶ増えたね。ジャックとエヴァが加わったことによって。ここにショートカットして何の意味があるんだ。行きますけど、敵出そうじゃない？誰だろう？ウォーリアー、コードオーナー、ムラサメの見た。名前つけてやれよ。ない機体がいるね。そんな懐かしんでる場合じゃねえだろ。いや気狂ってるよこれ。これは気狂。はい、どうもペンタです、コードベインの続きを今日もやっていきたいと思います。で、前回砂漠のステージが終わったところで、まずジャックと今近くにいないけどエヴァがね、同行者になりました。で、まあエヴァのハルモニアのコードを手に入れたところで多分前回終わってるんだけど、このね、ジャックのやつヘイムダルと、あとなんでか知んないけど、特に関係性があるのかよくわかんないけど、あのこのリンのね、ヘパイストスっていうブラッドコードもなぜかこのタイミングでもらいました。なんでかよくわかりません。で、今回砂漠のステージの奥にねあったなんだっけ、棺のなんとかってステージに御堂を追って進んでいくという感じですね。じゃ早速向かいたいと思います。来ました、棺の塔だね。棺の塔、舞台の姿が見えない。すでに御堂の毒牙に。なるほど、ここには兵隊がいたわけね。せっかくなんでね、ジャックを同行者に連れてきました。で、新しく手に入れたブラッドコードはとりあえず今んとこは使ってない。なんで使ってないかっていうと、結構このなんつうの、補助連結タイプ、軽量武器の攻撃タイプ、装備重量が極めて低いんだよね、これジャックのヘイムダルは。で、スピードタイプ、スピード起用タイプのヘパイストスということでね、どれもね、あんまり俺が持ってるこの剣とかにね、合ってないですね。総督府でも警備が最も厚い場所なんだろうな。なるほど、俺がサポートする。自分を信じて進め。ここなんだろう、白市の聖堂のさ、クラクラったバージョンみたいな感じがする。こう、あの日の落ちたアノールロンドみたいな感じ。いきなり結構強そうな感じの敵が。やば、危ねえ。暴行落ちてんじゃないの。いやー硬いね。よしよしよし、おっとそこまで来てくれた。あーマジで、やばいな。やべえこいつ。はあ強っ。ここは絶対出るな。意外と出ない。なんだろうなんだろう。待って、っていうかさ、ちょっと待って。お前たちは危ねえ危ねえ。御堂の部下ではないようだな。そうか。私は辛うじてロス。臨時総督府の人だね。これデイビスと同じ画像だね。総督府の人間である我々をなぜ襲撃したのだ。ライルさん。まるで断末魔を楽しむかのように。同志が次々とロストに落とされていくの。私は待て、また敵の気が。うわ、いやーマジか、乱入ですか。危ねえ、やべ間に合ってくれ。いや間に合わねえ。
危ない危ない。攻撃の振りが遅いんでね、気をつけないといけない。やばい、たー辛いよ。よっしゃ、2体切ることに成功した。いやー、これはね、再生力はまだ残ってる。大丈夫っす、むやみに攻めるなよ。あと何匹ぐらい来るかな。結構来ると思うんだよねこれ。あれ、どこから来る。おっしゃー、この突き攻撃強えわ。お前も同じ攻撃するのかい。ナイス、いや、めちゃくちゃめちゃくちゃ待ってるよ。うおぉ、もうちょっと、もうちょいいるか。あ、っていうか再生力ねえわ。危なっ。よーし、あと1匹。おしかも不走マスタリーをマスターした。ナイス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 。ジャック強えな。よーし、不走マスタリーをマスタリーしたんでマスタリーをマスタリーしたっておかしいね。よ、これでブラッドコードを付け替えられるぞ。お前たちはつい、あ、ごめんなさい。お前たちは強いのだな。おかげで私は九死に一生を得た。感謝する。味方になってくれないか。だが落ち着いてはいられない。この塔の最上階の門を守る者たちが心配だ。状況からして我々と同じく御堂に襲撃されるに違いない。臨時総督府へ向かうにはその門を通るしか方法がないのだからな。今の、なるほど、シルバさんがいる総督府へ行かせてはならぬ。ありがとう、なんかくれたとりあえずじゃあ俺は上行けばいいんだな。ただもうね、ちょっと宿り気ないかな。ちょっと再生力がもう限界だなこれ俺よし、ということで、まあ、ショートカットも見つかったことなんで、まあ、こっからまた先進んでいこうということで、今 50% の宿り解放率なんで、ちょうど半分ぐらいかな、このステージを進んできて、次どこ行くのかがね、ちょっとわかんないっすね。でも多分、取ってないアイテムがあるってことは、こっちでいいのかな。使えるものか。怪しいな。うわ、すげえ怪しい。奇襲を警戒しておけ。絶対乱入来るでしょ。あ、意外と来ないね。さて、開けます。中身はどうか。白銀の装備プラス8。強そう。どうしてそうなりますかね。オッケー、このガードは割れないでしょうよ。もう一発か。しゃ。捨ておくのか。お、白狼の鍵。ありがたいんだけど違うな。そういうことじゃねえのさ。マジか、またじゃ進むしかないか。もうこれ本当後戻りできないぞ。頼む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 。宿り木ではないけど血液、そしてロストがね、多分3匹出るね。これこの辺とか絶対生きてるでしょ。生きてない。使えるものか。いやー、こいつまた強いパターンだ。いや、吹き飛ばねえ。危ねえ。試練結をマスターしたな。ここでちょっと変えとこう。耐久力が高そうな
やつに変えておこうか。おお、黒衣の武装、なんかまたさらに強そうなの手に入ったな。そしてこいつもやらなきゃいけないと。やばい、ごめんなさい。やあ、きつい、あぶね。ちょっと待ってくれ、ヘパイストスの、ん、ウォーリアーの血液1とヘパイストスの砕けた血液 C、 なんでそんな飛び飛びなの。やばい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 、どんだけ俺取り逃してんだ。うわ、すげえ嫌な予感する。うわー、しかもショートカットだー。え、いや、マジか。あ、そっか、エレベーターがあった。あぶねえ、忘れた。ここってもう引いてあるのかな。あ、仕掛けが動かない。そっか、これエレベーター用の仕掛けか。よしよしよし、よかった、希望あった。よく動き続けた。いやー、危ねえ危ねえ。しかも下かよ、このエレベーターの下に。まあ宿り着か、まあショートカットがあってくれないとまずいんだけど、多分あると思う。というか、本日付で第2代の隊長として配属になったリン・ムラサメだ。あー、ムラサメのか。ヘパイストスの B、まずいね。ヘパイストスの砕けた血液 A を俺取り流してるっぽいな。まあいい、ちょっと後で取りに来よう。いや、そんなはずはないよね。あ、わかったわかった、ここから宿り木戻れるよってことか。なるほどなるほど、ショートカットのショートカットってことか。なるほどね。よし、じゃあこれ一回戻っちゃおう。はい、ということでね、2つのショートカットを終えて、でね、俺なんで気づかなかったんだろう、この広間のね、このレバー下ろしてなかったようで、このレバー下ろしたらね、さっきね、いけねえいけねえ言ってたね、はしごがね、普通に下に降りてきました。これなんでこれ俺気づかなかったんだろうって感じ。もう残り多分4分の1ぐらいかな、このステージ。うわ、なんか別の敵出そう。出ないか。ほんとね、これ一撃ぶっ倒せるからね、このツバイハンダー。マジで強いです。超おすすめ。鍵はね、全部手に、あれ違う、鍵使うところじゃないか。奇襲を警戒しておけ。おお、毎回言うね。ああ、いるね。あー違う、これ起きねえんだ。めちゃめちゃ起きそうだったけどな。さて、行くか。うわー、ボスっぽいか。この辺絶対血液あるパターンでしょ。なんかもう今回のステージね、こういうパターンばっかりなんだよね。だいぶだいぶ壊させるな。え、どこ？ないんだけど。あったあった、スシタコス。そしてここがヘパイストスの血液 A。 これでじゃあ全部ってことかな。あの C から先に手に入ってたんで、おそらくこれで全部でしょう。うわーうわー、行くか行くか、行くしかねえか。ここのエレベーターは多分まだ乗ってないんでね。あー、でさらに上に行く、これはもう間違いないな。お、宿り木じゃん、しかもラッキーと思ったけど、なんでこっちが出口なんだ。関係ないか。また壊しゾーンですね。意味があるのかこれは。うわ、これボスっぽくないか。 100% だ、 100% になったから。あ、これボスっぽい、めっちゃ。よーし、いやあ、行きますか。もう気を抜くなよ。どっからどう見ても確実にボスって感じなんでね。ちなみにブラッドコードは今ジャックと同じこのヘイムダルを使ってます。特に意味はないんだけど、
なんか見たことない物体がいるね。討伐戦の頃を思い出すな。いや、そんな懐かしんでる場合じゃねえだろ。あの主人公とジャックはね、クイーン討伐戦の頃からのバディだったようなんで。NPC みたいな感じかな。ムービー入ったってことはボスなのかな、もしかすると。すごいね。でもあのパーティーメンバーがだいぶ増えたね。ジャックとエヴァーが加わったことによって。この奥にミドウがいるみたいな感じなのかな。あ、いるじゃん。あの紫のレリーフはまだ開けられないのかな。ミドウ、いやもう人間捨ててるだろ。レブランドとかそういう問題じゃなくて、人間捨ててますよあなた。あいにく急いでいるのでね。なんだ、あ、もしかしてそいつら手下だったのか。これはいかがだったかな。私の用意したオードブルのお味は。あんたの実験体だったってことは、ここにいたロストも全部ゲドウが。さあメインディッシュの登場だ。いや強そうだな。普通に普通に強そうだな。炎タイプ。こっちはなんだ。存分に味わえ。2体同時のパターンなの、もしかして。だとしたらすごい時間がかかりそうな気がするんだけど。あ、まあ、でもそこを開けてくれるんだ、ありがたい。後で向かうとしますよ。こっちは氷タイプね。仕方ない。うわー、やっぱり2人同時か。ダークソウルにはねモンスタインとスモーっていうボスがいるんだけど、これと同じようなパターンだね。いやこれは厳しいかもしれん。幸いこうモンスタインとスモーのようにステージに柱があるんでね、その辺をうまく使っていくしかないと思うんだけど。しかし全然ひるむ感じじゃないな。とりあえず俺はこの女の子の方から狙っていこうか。やばい、危ねえ。結構厳しいな。間に合ってくれ。ああ、この炎タイプのやつのさ遠距離どっから飛んでくるかわからねえ。いやーマジでごめんなさい。あーなんとかなった。いやー全然吹き飛ばないぞこれ。やべえ、わかんねえ。かろうじてジャックが生き残ってるっていうのがいいこと、いい情報。あーやばい、ガードしてるつもりでした。まずいんじゃない。常に動き回ってないとロックオン変えらんないのか。うわ、マジガードか。いやすごいな、全然食らわせられてないな敵。とりあえずまあ2体系のボスはとりあえずね片方を集中的に倒すことを考えないといけませんので、申し訳ないが、このあこの女の子を倒すことだけに集中しよう今は。もうちょいだね、飛んでくる。え、これもガードできねえのか。強いね、体力ねえな今。やばい、生きてる、生きてるね。再生力ないけど。やばい、デブチンが来てる、デブチンが来てる。ちょっと待って、ちょっと待って。でかい人、待ってください。反撃まで来てここ。あーやばい。運が光ったら、うわ強いなこれ。
やー帰ってきたあはは速攻で体力なくなったんだけど、ごめんジャック。いやマジか、さっきいかにうまくいってたかだよな、速攻でやられたわ。よしまず慎重に慎重に行こう。3撃、1、2、今度は逃げ引か、うわー避けるねー。で地面が光ったらまずいと、危ねー、まずい。オッケー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 、落ち着け。あはは、バグってるバグってる、ガードできねえんだけど、なんだこいつ。柱を使って避けないとダメか。大丈夫かジャック。いやーせこい。あーナイスナイス、そっか敵で一応壁になるのか。いやー炎打ってますね。ちょっと小突いてさ、デブチームもやっといた方がいいのかな。基本的にはこの雪の方からやっていくつもりではいるけど、マジ場合によってはやばい。このスタミナじゃガードできねえ。1、2、逃げ切れ、はい、危ねえ。炎が飛んできてて、ジャックの方行った、やばいやばい。よし、いやどこ投げてんだ俺は。オッケー、やーばい、マジか。ソロではきつくないかこれ。3、はい、やーべえぞこれマジで。一人でこれを相手するのは無理くないかこれ。危な、柱の陰で回復をして